一番上ですね。アバンタイトル。えー、曇った洗面台のあの鏡なんですよ。で、洗面台の鏡はですね、アンハサベイがシュッと手で拭いて歯を磨いているシーンから始まります。で、えー、まあ、アンドレア、アンディという主人公ですね。この、こから始まって、次の2カット目がですね、マテンローですね、ニューヨークのビル街がガーンと映って、えー、ザ・デビル・ウェアーズ・プラダと。 プラダを着た悪魔という現代が映ります。まあこれでですね、マンハッタンのビル群が映るので、これが舞台だというのがわかるんですね。で、この同じ街に住んでいながらですね、全く違うモーニングルーチの女の子たちを見せるんですね。で、みんなアンディと同じような20代半ばのですね、オフィスで働く女子。ここまでは一致してるんですけど、生きてるステージが違うと、こんなに朝が違うんだと、モーニングルーチが違うんだっていう話です。アンディの鏡がですね、最初に映るのは何かというと、 彼女が住んでる部屋で鏡がここしかないからなんですよ、ね。だから彼女はありとあらゆる鏡の前でやることをこの洗面台の前でやると。それは貧乏だからじゃないんですよ。いくら貧乏でも鏡ぐらい買う余裕がある。でも別に鏡なんかいらないわと思ってる生活してるんですね、彼女は。だからそういうステージの女だっていうのを観客に分からせると。僕ら冒頭、男は特にそういうのはあんま気がつかないんですよ。あ、なんかこう鏡の前で歯磨いてる美人だなというふうに考えるんですけども、 女の人で、女の子でですね、仕事やってる人でこういうことに興味があったら、ああ、この子は割とこんなことに気が付かないことなん、人なんだなっていうのが、やっぱわかる。そこら辺のね、違い、あの、男女の違いも面白いですよね。で、次はですね、アンディと違ってもっとステージが高い女の人です。一コマ目。よくわかんないんですけど、これあの、ピントが今ね、動いてるシーンだからですね。奥、あの、窓が全開のマンションの部屋で、 向こうにですね、マンハッタンのビル群が下に見えてます。つまり、かなりですね、ビルを見下ろす位置にあるですね、アパートメントの部屋ということです。そこでですね、す、えー、っぱだかの上で下着をつけてる女の人ですね、えー。カーテン閉めないのは隠さないから。つまり、カーテン閉めないのはですね、あの、自分を見下ろす位置に窓がないからですね、ビルの窓がないから。だから見えないだろうと。下からだったらですね、反射で、 あの、なんだろうな、外外が明るい限り逆光になってですね、覗けないから安心してるのと、あと、スタイルいいから、あえて隠さないというですね、まあ、あの、ステージの高い人のものの考え方をするわけです。だから、上流階級の人たちっていうのは、肌の露出が高いっていうのは、そういうところにもあるんですけど、あれは、自分たちがスタイルをキープしている、つまり、日々の努力を怠っていないということを見せびらかしているわけなんです。 一番最初はですね、えー、なんだろう、前回の窓の前で、前回ってまあカーテン開いてるってことなんですけども、えー、ブラをつけてる女性。で、二、二コメ、豆ですね。えー、次のカットはですね、シルクのストッキングを履いてる女性。シルクのストッキングなんですよ。あの、シルクって電線しやすいんですね、シルクのストッキング。で、一回電線したらもう修理できないのでですね、電車で出勤しない女だという意味ですね。あと、オフィスでのみ働く女だと。つまり、 あの、オフィスって言ってもちょっと肉体作業があるような人は絶対シルクのストッキングなんか履かないんですよ。そういうですね、えー、女の人だっていうのが見てわかるわけですね。で、それに対してこう、アンディーです。アンディーはですね、タンスからですね、履けるパンツっていうのを出すんですね。パンツをいくつか見ててですね、そう見てる理由は色とかを見てるんじゃないんですよ。このパンツはまだいけるかっていうのを見てるわけですね。レースが下手ってないのかっていうのを見てるわけですね。で、レースの下手る具合で、まだいけるっていう顔をしてですね、これを履きます。 次のカットですね。服の選び方。ステージの違いですね、えー。一コマ目の人ですね。一番まあこのいいとこに住んでる人ですね。ウォークインクローゼットの前に立っています。ウォークインクローゼットっていうのは部屋一つが丸々衣装部屋クローゼットになっている部屋のことですね。スカーフと、まあここにスカーフですね。で、靴ですね。スカーフ、靴。えー と、あの、バッグなどですね。あとは、まあ、上着などがですね、並べてあります。で、これ、同じ場所にあるのがポイントなんですね。だから、その場でですね、大きい鏡を見ながら、セットアップを決めるわけですね。上から下まで。えー、で、二組目の人。この人はね、上の人よりはちょっと貧乏なんですけども、ウォークインじゃないんだけど、クローゼットが、からスカートを選んでます。で、選び方としては、ちゃんとね、あの、窓から太陽光が入って、その太陽光でチェックしながら、 自分の背より高い鏡を見てどのスカートが合うかっていうのを選んでますね。で、えー、3つ目ですね、コートを引っ張り出すアンディです。台所の窓が遥か向こうに見えるんですけど、暗い部屋でですね、なんかのクリーニング屋のワイヤーハンガーに釣ってあるです、ね、コートを見もせずに選んでます。今日は寒いからこれかなっていうやつですね。鏡もないし、何か合わせて考えたりもしない。 こういう女だっていうのが分かるわけですよね。あの、ま、あこういうのがですね、あの、アンディの生活です、主人公の。次、メイクです。えー、メイクですね。金持ちの女の人はですね、まあ、あの、これあの、引き出し上げたら化粧品並んでるんですけど、それより注目はこの左上ですね。あの、銀張りの鏡ですよね。えー、洗面台。これあの、つまりこれが出しっぱなしっていうことは、あの、なんだろう、メイク専門の あの、なんだろうな、洗面台があるということなんですね。化粧台というのを部屋にあるということなんですよ。で、えー、鏡があるのはですね、あの鏡の銀張りっていうのは湿気を嫌ってすぐに曇っちゃいますのでですね、いつも磨いてなきゃいけないんですね。そういうふうなものがあるということが、この人のですね、すごくいい生活っていうのがわかります。で、えー、そこからですね、アイメイクしてる女の人。 で、ルージを弾いている、口紅ですね。えー、ルージを弾いている女の人って出てきてですね。で、我々のアンディ、主人公、アンハサヨイイはどうしてるかというと、ちょっとこれ小さいんですけども、端っこにですね、リップクリーム映ってるんですけどもですね、リップクリーム塗るだけなんですね。手を伸ばしてリップクリーム塗るだけで、その横にあるのがですね、えー、ノートとですね、鍵と、まあ、 あの、まあ、今や懐かしくなったガラケーです。で、鍵もですね、あの、キーホルダーに鍵が2つしか付いてません。ということは、部屋の鍵と、あとアパートメントの玄関の鍵だけなんですね。つまり、彼女はですね、自動車のない暮らしをしてるということです。ノートはですね、すごく小さいノートで、ボールペンが刺してます。でね、 ノートって面白くてですね、あのアメリカではですね、エグゼクティブクラスになればなるほどノートが大きくなってハードカバーになっていくんですね。書くことが多いからっていうのもあるんでしょうけども、大体、あの、仕事できるビジネスマンというのはノートがどん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 でかくなるんですね。で、ボールペンもこういう使い捨てのボールペンっていうのはまず使わない。ここら辺でもですね、アンディの生活っていうのがですね、こう表現されています。こう、あの、 やっぱあのハリウッド映画って面白いのは、特に女性映画って面白いのは、その人の生き方っていうのを絵で見せちゃうことなんですね。男性映画だったら、どんな車に乗ってるのか、どんな酒を飲んでるのか、で、部屋にどういうポスターが貼ってあるのかでものすごいいろんなことを語ってるんですけれども、女性映画の場合はですね、この身ま回りの小物をですね、割と必要に写すことで、あ、この人のライフステージここら辺なんだっていうのがわかるようになってる。 もうこの辺からもう僕は画面にくぎづけで、やっぱりプラザ来た悪魔面白いなーって思っちゃうわけですね。で、次ですえ。部屋を出る直前にですね、アクセサリーを選びますですね、えー。一番上のですね、金持ちの人はやっぱ窓際でですね、アロマキャンドルがあります。 アロマキャンドルの中のですね、いつものアクセの中からですね、今日のやつを選びます。これあの、いくつもバリエーションがあるやつで、もうこの人は日々そんな細かく変えたりしないんですね。自分のやりたいことが決まってるから。なので、同じように見えるやつの中から一つ選んでます。で、えー、次ですね、中国系の人がですね、アクセをつけて耳につけてですね、で、鏡の前で、まあ、映えを確かめてる。どんな風に見えるかなっていうのを確かめてるわけですね。で、それに対して3コマ目、アンディです。 えー、コーヒー飲みながらですね、まあ、仕事の準備しています。髪の毛はボサボサです。これ見てもわかるかな髪の毛はボサボサでですね、あの、大学新聞時代の自分のベスト記事っていうのを選んでる。大学新聞の時に書いて新聞に掲載された記事で、今日ちょっと秘書の仕事なのでですね、一番自分の仕事ができるっていうのはアピールできるっていうですねあの、そういう新聞記事を選んでるんですね。ねこれね、あの、スケジュール帳を見て、 人事部長って書いてあって、面接って書いてあって、自分の仕事を選んでるってことはもうね、ここまでで、まああの、向こうの人だったら、ああ、これよくある面接診断なのはわかるわけですよ。で、面接なのに、この人たちは普段の出勤なのに見、見た目を気にしてるけど、この人は面接なのにもう髪の毛がボサボサで口にはリップ塗ってるだけなんですね。この時点で、 あの、アンディっていうのはですね、仕事っていうのを大きく誤解しているのがわかるわけですね。えー、アンディはですね、その、外見より中身で選ばれるべきだと思っているんですね。しかし、外見こそが、この映画の中ではですね、外見こそが日々の努力の証拠なんですよ。あの、昔の実績、私はこの仕事を行きます、私は、ね、この中身があります。それは昔なんですよ。 で、日々、現在、今現在、いかに研算しているのか、いかに努力を続けて、いかに自分をステージアップさせてるのかっていうのを最初に相手にプレゼンするのは、それはもう外見なんですね。それを知らずに、その、面接に向かうアンディは、まあこれから痛い目を見るわけですね。 えー、ずっとかかってるですね。これ、ずっとあの、オープニングのテーマ曲ですね。あの、TK タンストールっていう人のですね、サドンリー・アイシーっていう曲がかかってます。サドンリー・アイシーっていうやつで、突然わかったのっていう曲ですね。えー、彼女の顔は世界地図。とても美しい彼女の周りは光り輝いてるっていう歌詞なんですね。突然わかった。これが私のなりたいものだって。どれほど大切かって。っていうことですね。あの、後で出会うメリル・ストリープのですね、まあ、あの、迫力、人格、 あとモンスター的な性格でも気品仕事ができるところにですねこう打ちのめされてあんなふうになりたいってアンディのこれからの運命とあとはその外見っていうのが何でみあの彼女の顔は世界地図なのかっていうと歌のテーマとこの内容とくっつけてるわけですね実は見た目にすごく現れてるから人間が中身だって言うんだったらその中身を表現する媒体は外見じゃないかっていうふうに言ってきますっていうふうにですね、えー 彼氏にですね、キスするアンディですね。で、その、このカットの一カット前がですね、あの、いろんな女の人がですね、靴履くシーンなんですけど、もうみんなピンヒールか高いヒールばっかりなんですよ。で、それに比べてですね、アンディがちょっとこう足上げてるんですけど、ここに見えるですね、靴がですね、まあ、一応ヒールはついてるんですけども、ダッサイ靴なんですよね。で、えー、彼氏にキスしてるんですけど、上に貼ってる写真。これもですね、写真の直張りなんですよ。 え、額にフレームに入れてるわけでも何でもない。生活を美しくしようという意識がまるでないという意味ですね。で、窓、窓、せっかくの窓の外がですね、レンガの、レンガの壁なんですよ。だからもう、そんな部屋に住んでるということですね。一応マンハッタンの近くなんだろうけども、 窓のすぐ外、外が壁だっていうのはどんな部屋だよっていう,うことです。で、彼氏がですね、今新聞読んでるんですけど、彼氏が読んでる新聞にクロスワードパズルが載ってると。つまり、えー、ウォールストリートジャーナルを読んでないんですよ。男性でですね、なんかここの人はですね、これからですね、あの、なんだろうな、バビーズっていうですね、いわゆるニューヨークではそこそこ美味しいんだけど庶民的なですね、バビーズっていうですね、レストランで働いてて、で、俺はもっと、あの、 なんだ、チャンスを掴んで上がっていきたいんだって言うんですけど、チャンスを掴んで上がっていきたいんだったら、お前が読む新聞は、クロスワードパズルが載ってる新聞じゃねえだろう、ウォールストリートジャーナルだろうっていうふうにですね、見てる人がですね、私の彼氏もあんな新聞読んでるわっていう文句を言うような構造になってるわけですね。す、ま、べ、あ、てローワーなその階級のサインなわけです。 ただ、プラーダを着た悪魔を見てると、その映画の中の価値観に酔いしれていって、そうよ、こんな男ダメよとかですね、そうよ、こんな女の人がいいのよとかって言いながら、うーん、最後は愛よねっていうふうになっちゃっていくところがあの映画のちょっと悪魔的に面白いところでもあるんですけどもですね。で、えー、朝ごはんです。え一、ー、人目ですね、の人はですね、まず盛られたフルーツでヨーグルトで、えー とですね、あのタッパーウェアじゃないな、これなんだかパイレックスだ。あのガラスのパイレックスの容器にですね、シリアルを直に入れます。なんでパイレックスに入れるのかっていうと、パイレックスにはメモリがついてですね、どれぐらい食べるのかっていうのを厳重に管理してる。つまり自分で食事を管理してるという意味ですね。この人が一番バリエーションが豊富です。で、次の人ですね、え、アーモンドをですね、8粒だけ あの、別の皿に移してコーヒーと一緒に食べてるんですね。あの、食事をナッツだけにするというのはもマイケル・ジャクソンもやっていてですね、少年隊のですね、やってるそうなんですけどもですね。まあ、あの、これはですね、ステージ高い人のお約束ですね、ナッツだけの朝食。で、それに対してですね、アンディはですね、あの、ベーグル屋で、街のベーグル屋でですね、まあ、クリームチーズたっぷりのですね、ベーグルを受け取って歩きながら食べてる。4個目ですね。歩きながら食べてるんですね。ここら辺もです、ね、もどんどんステージがあの違うわけです。 えー、そんなんで力出る方が、朝飯の力が出るのかっていうふうに言う,う人もいるかわかりませんけど、まあ今コメントで曲がれたんですけど、こいつらはこれで力を出すんですよ。アメリカ人の底力恐ろしいですよ。で、あの、僕ね、最初に、あ、なんか、その、プラダを着た悪魔が階級というかステージ書いてるなと分かったのがこのシーンなんですけども、住んでるマンションの違いかな。 えー、一番上がですね、一番まあ成功してるお金持ちっぽい女性の人です。で、えー、アパートを出たところですね、階段で降りるんですけど、その階段にポーチがあるんですね。で、ポーチがあるっていうのは何かっていうと、かつてドアマンがいたからなんですよ。あの、なんだろうな、いわゆるマンションのからですね、まあ、 マンションの玄関が1メートルか70センチぐらい高くなって、そこから3段か4段の階段ついてるだけなんですよ。そこにポーチつける必要何もないんですね。でもポーチがついているというのは何でかというと、そのポーチの部分に昔ドアマンがいたからなんですよ。もう今はいないけども、ただそのポーチがついている玄関の家に住んでる。い周りを見てください。店が一切ありません。ということはここは高級住宅街、住宅専門の街という,うなことですね。えーで その次に金持ちの女性がですね、部屋から出てくるシーンです。あの、店はあるんだけど、窓が大きくて明るい高級専門店ですね。下品な看板が一切ないです。で、えー、この人はですね、ポーチがないですね。普通に手すりだけの玄関から出てきますですね。えー、多分この人、次の引っ越しでですね、絶対にポーチ付きのアパートを狙ってるはずです。 で、3番目、アンディのアパートです。アンディのアパート、手すりもないどころかですね。玄関の段差が2段しかなく、この2段のですね、コンクリートの階段がもう崩れかけてるんですね。これ、ダメな家の特徴です。で、おまけに、あの、アパートのですね、ドアが開きっぱなしなんですよ。 で、この上の2つのですね、あのアパートはですね、ちゃんと出入りするとですね、ドアが閉まるんですね。それでロックがかかるセキュリティがあるんですけども、アンディのアパートだけでドアが開きっぱなしで、これがどんなにダメなのかわかりますね。まあ大体このドア開きっぱなしというよりも、この階段のあたりの汚さで家賃の安さがわかる。まあと、あとは隣の店のちょっと安っぽさみたいなもんでしょうか。で、ここであの僕があの何が、 あーって思って、あ、このアニメってそういうステージを表してんだって分かったのかっていうとですね、実はこの二人が向いてる方向なんですね。上の二人ですね、家から出るとき左向いてるじゃないですか。で、これ偶然じゃないんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、一つ目の理由はタクシー探してるからなんですね。アメリカでは車は右側通行だから、この前に来るタクシーっていうのは必ず、あの、左から、彼女から見て左側からやってくるわけですね。だからタクシー探してるから、あ、 地下鉄通勤じゃなくてタクシー通勤だからだなるほどなって思ったんですけど、理由それだけじゃないんですよね。あのー、マンハッタン島っていうのは、これマンハッタンが舞台ですよね、最初に出てきた通り。で、マンハッタン島っていうのは南北に長くてですね、北のセントラルパークの横あたりから北の方に向けてですね、アッパータウン、いわゆる上流階級の家賃が高い家が続くんですよ。 で、えー、ビジネス街があるのはビジネスタウン、ダウンタウンの方ですので,ですね、北から南に彼女たちは出勤するんですね。で、それに対してですね、あの、主人公のアンディはですね、地下鉄で、えー、より南からやや北へ出勤すると、出勤方向が簡単なんですね。で、彼女たちは北から南へ出勤するからこそですね、あの、左側を向いて南へ行くタクシーを探してる。 こ、ね、この辺りのです、ね、りれ本当に偶然じゃないですね。ちゃんとねそういうふうに描いてるのがあの何人ものキャラクターでそれを描いてるのがここすごいなと思いました。ここら辺もあのこういうちょっとした地理的なトリビアみたいなものを入れてあのステージ差を出すっていうのがハリウッド映画の面白いところですか。結局その 人種的ないじりっていうのがやりにくいので、ステージの差を見せるというのは行動とか、こういうちょっとしたディテールで見せないと、後で問題になるんですね。そこら辺の積み替えがすごいです。